僕言わなくてもらって今紹介しようと思ったんです。はい、今日のゲストは金丸純一さんです。どうも、皆さん、もう声で分かっちゃいますね。こんにちは、金丸純一です。いやもう純さんとはね、長いお付き合いですよね。もうね、生まれる前からそんなに前からえ、でも最初、大ちゃんと出会ったのっていつでしたっけ。多分、フランダースの犬か、そっか、キコちゃんスマイルとか。なんかさっきウィキペディアで見ていて、はい、あの作品もこの作品もとか、ね、意外と一緒になってたんだなって感じですよ ね、 そうだよね。でもやっぱりソニックが一番長かったですもん ね、まあ、ね、今もまあ続いてますけどね。ね、そうですよね。今日はお手柔らかによろしくお願いいたします。どうでもないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、ジュンさん今番組的にはいろいろやってらっしゃいますけど、あ、この引き続いて長いのって結構多いんですよね。ね、忍たま乱太郎だったりとか。あ、そうですよね。機関車トーマスだったりとか、はい、で、まあ10月の終わりにある、うん、メガホビエキスポなんかでも、うん、まあ、ちょっと今話題になっている、再燃しているサイバーフォーミュラーなんか結構長いですね。長いですね。来年で30年だってさ。おー、すごい。おめでとうございます。サイバーフォーミュラーはジュンさん、私もゲストで呼んでいただいてたジャズパーティーにファンのお客さんがいっぱいいらしてて、ちゃんとそのサイバーフォーミュラの、そう、コスプレをしていらっしゃってくださったりとか。そうなの。で、ね、ソニック関連もそうだよね、うん、だからぬいぐるみを持ってきてくださったりとか。あ、そう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 、嬉しかったですよね、うん、そう、ジャズ歌いましたよ ね、 ね、歌いました。一緒にデュエットもしたりなんかしてて、はい、もう、うん、ね、ソニックとエミーの関係がアニメではなかなかね、叶わない恋を、はいはい、ね、はい、ちょっとジャズパーティーのあそこでね、叶えさせていただいてね。ね、なんかファンの方泣いてましたね。あ、そうです。そうなの。でもそうですよね、ファン心理で言うと分かる、うん、ねえ。そう、でもなんか私も結構ずっとこう叶わぬ恋を演じてきたから、うん、なんかここで叶えて嬉しいっていう、うん、私自身の気持ちもありましたけど、うん、私の好きなものっていうのを歌ったんだっけ。あ、そうです、そうです、ね、もう詩がね、好き、うん、好き、あなたが好きっていうのが、あなたが一番好きとか、うん、そんなものをすごくこう、うん、かわいい、何度も何度も連呼してるんだけれども、そう、それを見合わせながら好き、ね、好きとか歌っていたんですよね。そう、あとジュンさんが作詞してくださったやつもありましたよね。ブルームーンだっけ。あ、そうです、そうです、そうです。そっかそっか、ね、いろいろやりましたね。ありましたね。今年はちょっとね、こんなご時世なので、うん、お休みなんですけど、また、うん、来たるべき時が来たら、ぜひぜひやりたいなと思ってますので、はい、私もぜひゲストに呼んでください、はい、あ、お願いします。はい、ぜひぜひねえ、ジュンさん、いろいろとこう他にもたくさんね、いろんな作品に出られてましたけど、代表的な作品ぜひ紹介していただきたいなと。代表的な作品、はい、いや、まあ、もういっぱいありすぎて、ね、僕でも一番最初声優でデビューしたっていうのは、実は僕スカウトされてなって、うん、あ、そうだったんですね。街中で、新宿のね、そう、街中でちょっとあって声優やんないっていうこと、あ、でも似てるんだけれども、もうあちこちで僕喋ってるんですが、うん、新宿の伊勢丹の真ん前に丸いっていうところがあって、はい、で、そこでオープン DJ、こういうやつ、こういうなんかアクリル板の、まあ、ガラスがこうなっていてね、で、海外のポップアーティストを紹介するっていう番組をやってたら、いきなりこう真ん前にね、こう腕組んだとっても仕事のできそうな女性の方がつかつかってやってきてね、でお昼休みでちょうどブースから出ようとした時に、コンコンって、ちょっとあんた声優やってみないとかって、いきなり、いきなり、すごい。 でもその時僕は西の友の声優ストアだと思ったの本当にだから本当に、いや僕スーパーいいですって本当に言ったんだって。ばでもすぐ近くにあった事務所だったので、行ってみて、でちょっともう見学に行きましょうよっていうことで、最初に行ったのがうるせえやつらっていう番組だった。そうだったんですね。そうそう、それがきっかけで、で、まあでもいろんな失敗を繰り返した。だって全然声優やろうなんて思っていなかったので、あ、うん、マイクの前で走るシーンをやってって言われたら、マイクの前で無言で走ってたんだから本気で走ってたんですか。そうそうそうそれは横から神谷明さんと古川敏夫さんが出てきて、うん、いや、ここはこうやって、もうここはもうホールドしたままでフッフッハッハッ
ってやるんだよとかって、 そんなのが始まりでした。すごいですね、それが始まりでもじゃあ声優になろうって思ったんですね。いやなんかもう任すしかなかったっていうか、気がついたらもうその年週4本ぐらいギラをやっていて、で、あでもそこのルセイヤツらの番組のこの枠っていうか、そこら辺でずっと僕はあの使っていただいて、でも本当にねモブばっかりで勉強させてもらった。だからあの主人公の弟役とかさ、あのクラスメートの一人とかさ、そんなのをずっとこう続けて、まあ大学生だった頃もあったので、こともあったので、そうなんですね、そうです、はい、大学生の学生の時からちょこちょこじゃあ声の仕事を始めてて、もともとあの子供たちにあのなんていうのかな、英語を教える仕事もバイトでやっていて、あで皆さんあの、ね、英語教室にですねまあ僕が、まあ、自分も英語を忘れないためにと思ってこうとあるところでやってたのね、そしたらなんと太鼓さんがお忍びで来たんだけれどもすぐにバレちゃってですね、たえちゃんがそう英語の授業でね、あのこう答えるときにじゃあ僕もたえちゃん参加させてあげようって言って、でたえちゃんが答えてたの、で例えばじゃあ、まあ、じゃあ簡単に言うとね、じゃあそうだな、猫のことはなんて発音するのって言ったときにたえちゃんちょっと言ってみて、せーのキャット、そしたらもう中学生を教えてたんだけど、中学生の女の子たちがざわざわざわざしちゃってどっから声が出てるのどこから声が出てるのとかってさ、もうざわざわざわってしちゃって、男の子たちもあったよ ね、そういうことって ね、 ね、でもそうでしたね。そう今でもその生徒の一人は野球の解説員をやってるからね、すごい、でもそんなこといろいろあったね。そうですね、もうでもかれこれ10年以上経ちますもんね。と思います、ね、きっとそのくらいになると思いますが、あじゃあみんな立派になられて、ね、でその帰りに僕は下本澄さんだったりとかって、あそうあそこの町はね、そうあそこの町はたくさん実は声優が住んでいるという、ね、すごい多いんです、そう場所がはい ありましたね。自転車でね、あの澄さんがこう言ってああああみたいなああそんな感じでした。そうでした、はい、そうでした、いろいろありますね、だからね、あのスタジオだけではなくって、うん、旅行にも行きましたよね。行きましたっけ、あのほら横浜に行ったりとかさ、そうジュンさんがいろいろと、ね、番組つながりで、そう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 、であと何なんだったっけ、アーチェリーもやったじゃん。あやりましたやりました、あれ、ね、どこですか、箱でどっかあっちの方まで来ましたよ ね、 そう面白かったです。そう昔はね番組で旅行に行くっていうのがなんか割と普通でしたよね、そう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 、番組で行かれたんですか、そう打ち上げとか打ち入りとかね、はい、あのスタッフさんと僕ら、あの出演者と一緒に旅行に行ったりとかって、面白かった ね、 で、 ねでもね大ちゃんね結構あのいやあの横浜のある有名なホテルに行った時にね、たえちゃん嫌がったのって、なんか嫌な感じがするここってとかって、そうそうなんか、ね、すごい霊感があるとか、何怖いかそうすごい綺麗だったんだけど、はい、暗いホテルで、そう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 、ね、でもうそそくさんじゃあもうここはたえちゃんの言うことを聞いてすぐに出ましょうとかって、いや僕思ったのたえちゃん魚座じゃない、うん、で魚座の人ってすごくこうスピリチュアルとか霊感が強いって知っていたので、あじゃあここは魚座の人の言う通りにしようとかって思ってそうそうそう、花丸さん星座にもお詳しいんですかね。だから僕たまたまサソリ座で、でタイちゃんは魚座だったので、うんうん、あ水の星座だったら相性いいかなとかって、で実際にお仕事してみると、あ そうかなとかって、ちなみにあやのちゃんは何座ですか。私イテ座です。あじゃあサソリ座のすぐ後ですね。そうです、イテ座っていうのは一体何なのか私は知らない。イテ座はね旅好きだから、あのそうなんだ、そう旅行のプランを立てるのは伊手座に聞けってよく言いますよね。へーあれあれでも旅だったらジュンさんの方がねすごい詳しそう。いやでもいろんなとこ行かれてるから、うん、僕はあんまりねこう観光地巡りってしなくって、うん、あの旅先の例えばコーヒー飲むところだったりとか、そこでなんか読みたい本でこう読むとかそういう
った感じが好きなの。みんな変だなって言うんだけど、その土地で暮らすみたいな。あ、そう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 。だから街もあんまり乗り物使わないで結構歩いたりとかすると、本当街歩きみたいな感じだと、こうあお店があったりとか、あこんなところでこんなことがあるんだとか、こんな公園があるんだっていうのか、そういうのが僕好きなんだよ。そこだからのんびりこうのんびりと、うん、はあ、いいですね。この時間区切ってさ、はいここ行きましょう、あそこ行きましょうってのはもうちょっと懲りたかなみたいな感じで、ね、今ね行かれないけど、そう ね、 ねこんな時間でね行けないんだけれども時期で、うん、でもまあそれなりに楽しめるとこって近場でもあるじゃない、うん、そうですよね。よく行きますお二人。いやあんまり、まあ、近場はちょっとドライブがてらとかは行きますけど、最近あんまり泊まりでは行ってないですね。だから番組の泊まりとかあるとありがたかった。でもほら世間は今ね GoTo キャンペーンってあるからね。ねえ、本当。あれ使わないとね。使わないとね。1月なかなか使い方がちょっとあれよく見ないととかってあるんだけど。1月までかなんかでしたよね。あ、本当。とか、うん、なんか来年のちょっと頭もね。そうだよね。皆さんもタイムリーで行かないとね。ぜひぜひ。ね。ねえ、うん、なんかこう、私も行こう。みんなで一緒に行けるツアーとか組めたら本当はね。ね、楽しそうですよね。ね、本当そうだよね。うんうん。はい、ありがとうございます。じゃあ この後はですね、実はじゅんさんに参加していただいて恒例のパペットコーナーであります。はい、はい、いやもうねどうなるかお楽しみに。お楽しみに。始まり始まり、あー疲れたわ先生、お疲れ様です。あ、もう患者さんあと一人？あ、はい、このあと一件手術の予定があります。あら、そう。じゃあ早く呼んで。あ、はい、はい、次の方、どうぞ。痛いよ、痛いの、痛いの。あなた、もう早速すぐ手術しなきゃいけなかったんじゃなかったかしら、ね、どこが痛いか聞いてくれないんですか、ここは。あ、もう大丈夫ですよ、私分かってますから。え、本当に、はい、なんかね、もう手術の隣です。ええ、あらららら、あらどうぞ。いやいや、あの、はい、先生、はい、あの、はい、僕ね、あの、うん、胸が痛いの。でも、それは名医ですから、大丈夫だ。ですね、全身麻酔ではなく、局所麻酔ですからお話できますからね。局所、どこに局所なの。はい、はい、では麻酔失礼します。はい、ガー、ちょっと痛いですけどね。はい、大丈夫ですよ。はい、落ち着いてください。もろとしてる。はい、はい、いいですか。はい、じゃあ背中ではありませんので、はい、背中見せてくださいね。はい、いやいや、では、はい、じゃあメス。はい、あっちゃ。はい、はい、では、ふっ、あー、ぎよー。あ、先生、汗が。ありがとう。はい、僕も冷や汗が、うん。大丈夫ですよ、安心してくださいね。あ、すごい。ちょっと待って。ここ切ってよかったのね。あ、でも、あれ、ちょっと、ここ何かしら。先生、こっちじゃないですかね。いや。違う、ちょっと、なんてこと。いや、大丈夫よ、大丈夫。ここをつないで、ここをつないで、じゃあ、ね、私がこっち側、はい、はい、よいしょ、はい、これで大丈夫だと思うわ。はい、はい、もう麻酔もどんどん切れてきますからね。はい、よかったですね。理由聞いてくれなかったけど、僕、はい、僕、恋の悩みでここに来たんです。え、2作目。
おお、お客様ですね。ようこそいらっしゃいませ。必ず帰る。必ず帰る。旅行会社の私、カエルピョ吉でございます。カエルピョ吉さん。はい。海もいいですし、山もいいですし、町もいいんですけれども、はいはい、あ、やっぱりその海外に行ってみたいんですよ。なるほど。海外旅行、ね、バンコ、バンコどこ行きたいの？ナイル川。ナイル川、いいですよ。ナイル川、ナイル殺人事件とかあってね、あれはね、とってもね、素敵な船旅をご用意できますよ。もうちょっと殺人事件は怖いので、もうちょっとのんびりできるところがいいんですけれどね。のんびりですか。そしたら南の島なんかどうですかね。ハワイ、バリ島、いろんなところがありますよ。ですか。食べ物が美味しいといえばどこでしょうね。食べ物が美味しいんだったらやっぱり、ヨーロッパですかね。イタリア料理とかスペイン料理なんかどうでしょうかね。いいですね。パンコどう？でもあれがいいな。なんて言うんだっけ、お魚、すごい大きいお魚が食べれるっていう。すごく大きいお魚。じゃあハワイのホエール王者。あ、でもクジラは食べちゃダメですよね。ダメですよね。クジラ美味しいですけどね。ねえ、すごく大きいお魚。大きいお魚って何なんでしょうか。サメとかどうでしょう。サメ、わあ、サメもかっこいい。あ、でもサメも食べるところがありますよね。そうですよね。結局グルメの旅がいいっていうことですか。あー、結局そうなりますかね。カエルさんが一番美味しいもの食べたのどこですか。どこですか。ちょっと今カエルを食べたいって聞いて僕ドキッとしましたけれどもね。食べれるんですか。食べれるんですよね。なんか鳥のささみみたいで美味しいって聞いてます。いや美味しいんですか。そうではなくて、そうではなくって、なんか食べたいところ、はい、そうですね。そうしたらですね、どうしようかな。イタリアなんかどうですかね。食べ物が美味しいところですよ。イタリアでカエル食べれるんですか。いや、もうカエルから離れてください、離れてください。いや、そうじゃイタリアでちょっとね、計画を立てましょうかね。ご予算はどれくらいでしょうかね。パンコ15円持ってます。15円。10万円ぐらいはなんとか。あ、そうですか、はい、10万円くらい、ちょっときついかもしれませんが、ちょっと待って、ね、はい、いろいろ聞いてみましょうね、はい、ちょっと待ってください。飛行機がいいですよ。飛行機が、やっぱり飛行機がね、船より。あ、飛行、そうですね、飛行機の方がいいですもんね。飛行機、飛行機はどこの飛行機がいいですか。こだわりませんので。そうですか。クラスはじゃあエコノミークラスで大丈夫ですか。そうですね、まあ予算がありますからね。エコノミー、あ、まあでも本当は嫌かな。エコノミーじゃなくて、じゃあもうちょっとビジネスクラスがいいのかな。かっこいい方がいい。あ、わかりました、わかりました。そうですね、だいたいそうだな、お一人どれくらいかな。ちょっと10万円じゃきついかもしれませんけどね。そこをなんとか。ケチ。そこをなんとかお願いします。あ、ちょっと待ってください。はいはい、船ならなんとかなります。その値段で船はもっともっとお高いと思いますよ。船はね、でも動くホテルって言われてるくらいですからね。船の方が本当はリッチで楽しめる旅ができると思いますよ。あ、そうですか。はい、じゃあ船がいい。船にしますか。で、船でね、どこ、結局イタリア。船だったらね、ワンナイトクルーズってのはどうですかね。何ですかそれ。横浜からずーっと巡って、はい、また横浜に帰ってくるっていう感じ。ダメ。それ海外旅行じゃないじゃないですか。まあ船旅ということで。いや、それは違う。ダメかな。ダメです。あら、もうそんなこと言ってると食べちゃうわよ。そんな、だってささみみたいで美味しそうだから、もう、
だよ。いただきます。始まり始まり。さあ、一通り回ったところで、生徒のみんな、今から、じゃあ10分だけ休憩な。はい、じゃあ、みんなの好きなところで、はい、チレ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 。みんな先生ひどいチレなんて。ちょっと一人になりたいんだよ。そんな先生のそばにいたいもん、私たち。先生一緒に遊もうよ。ね、遊もうよ。ねえ、しかもここまだよくわからないんだけど。そうだよ。山梨って何が美味しいんですか？あ、山梨、それはあのブドウだろ、それからかぼちゃボートだろ、あとはあそこ景色もいいぞ、富士山だろ、昇仙峡だろ、河口湖だろ、山中湖だろ、富士五湖もあったりとか、いろいろあるんだよ。なんかいっぱい難しい。本当？あ、もうそこら辺のさ、水晶のさ、アクセサリーでもさ、こうちょっとお土産物さ、見てこいよ。じゃあさ、じゃあさ、先生が選んでよ。さあ、似合うやつ選んで。先生が選ぶ、君たちのお土産じゃないか、もう君たちでしょ。でも、先生になるじゃん。修学旅行なんだからさ。あ、もうちょっとの間だけ一人の時間を僕にも。まあいいから早く、こっちこっち。あ、もう。早く先生お願いだから。じゃあこのらどうだ。うん、紫水晶とか、ね。結構いいね。ああ、私は私は私は。あ、じゃあそのな、黄色いな、黄色い衣装ってのがあるんだ。ああ、ね、それも素敵。ローカルじゃなかったらわかんないだろ、こんなの。全然わからないけど、先生が選んでくれるなら、そうそう、なんでもいいよ。ああ、そうそうそう、このな、信玄餅なんかも美味しいぞ。あ、信玄餅好き。一緒に食べよう、一緒に食べよう。食べ方もな、コツがあるんだ。これ、このままこうやって剥くだろ。そうじゃなくて、一回な、バッてひっくり返すんだよ。ひっくり返してな、広げてな、で、そこの、あの、ビニールの紙の上でな、食べるんだよ。難しくてできないから、先生、私にやって。ドキッチョだな。やってこの3つ開けるときにな、これをこうやってこうやって縛ったモールをこうやって開いてなってな、ぐわっとこうひっくり返すんだよ。ひっくり返して、それで黒蜜をかけて、きな粉が舞っちゃった、まあ、ほら、美味しいだろ。いただきます。甘い。美味しい。いいな。結局お前たちはどこも行かないのか？なんで俺の後ついてくるんだ？だって先生の後をずっとつけてきた。先生と一緒にいたいもん。なんか悩みはないのか？あるからついてくるんだろ？悩みあります。あ、私もある。聞いてもらっていいですか？聞いてあげるよ。なんだい？私、はい、先生のことが、うん、大好き。あ、ちょっとずるい。だって、そんなの話になかったじゃん。だって悩み聞いてくれなかったよ。もう先生は私とどっちが好き？そうだよ、私とどっちが好き？いや、実は旦那。何？何？女子苦手。どういうこと？それ先生どういうこと？タイプじゃないってこと？いや、あの旦那、B? あ、もう分かんなかったね、分かんなかったね。今の聞かなかったことにして、聞かなかったことにしてということで、今日はおしまい。さあ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 、また戻ろう戻ろう。さあ戻ろう戻ろう。聞いてよ。何？私たちね。なんだよ。私たち、うん、実はBL も好き。そっちかい。誰？相手は誰？それならそれで応援しちゃうんだけど、誰なの？助けてー！もう楽しかったですね。いや、僕もうヒヤヒヤでした。ヒヤヒヤでした。いや、筋書きがあればいいんだけど、うん、まあ筋書きがなかったらないだりんで、それは面白いんだけれども、
どういうセリフで帰ってくるのかなっていうのと、え、待って待って、ここは僕が先に出た方がいいとかっていろいろあったんですね。そうなんです。でも私たちも実はドキドキで、はい、毎回そのゲストさん入ってくださって毎回やっぱ違うので、実は私たちもねドキドキしながら楽しんでます。でもそれがすごい面白いんで。しかし僕ね、子供の頃妹とそんなような遊びをしてた。うん、結構お留守番しなきゃいけなかった時に、なんか絶対妹が誘ってくるんだよね、そういうのやってみないって。そう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 、それでやったりとかって。お兄ちゃん優しい。あと食べちゃうさ、うわそれ怖いそうなんだ、ね、ちょっと思い出しましたね、やっていきながら。そうなんですね。いや、ありがとうございました。終わりはねちょっと難しいよねだけどなんか、ね、そのだってシュールな感じで終わるのもまたいいのかなと。ちょっと力技がね、そうそうそう、いるのね、やっぱ ねこれで終わらせますよねみたいなね、筋が出てきて。そう、筋書きはないんですよ。そうそう、だからもうそういうつもりで皆さん台本なしなんですよ。いてください。ね、そう、じゅんさん、歌なんですけど、うん、はい、あ、歌のお話をちょっと聞かせていただきたくて、もうたくさんいろいろ出されてるじゃないですか。ねえ、はい、はい、はい。まあご予定もありそうですし。ね、そうですね。まあじゃあ新曲から言うと、はい、まあ実は8月の終わりに、フューチャーグランプリサイバーフォーミュラっていう関連のもので、オーバードライビングっていう曲を僕出したんですけれども、実はアニソン系はね、デジモンテーマーズ以来かな。だからもう結構もう10年ぐらい、いやもっとか、でもそのくらいブランクがあって、でもその間いろいろ歌を歌って発表はしていたんですけれども、なんかすごく楽しかったです。あ、そうなんですね。そう、そのキャラを思い出しながら、で実はそのキャラ前の日に、レコーディングの前の日にちょっと作品も見たりとかってしていて、ちょっとそのモードになりきって、ファンの方々もそれなりに年齢を重ねてきたりとか、あと配信とかね、そういう、もので新しく見た人もなんか新鮮で思ってくれるように。まあでもほら、僕らの業界ってそういうエイジレスなところってあるじゃん、もう年齢関係なくっていう。でもこうちょっと最初当時中学生だった見てる人たちもね、でだんだん大人になって、もうほら30年ぐらい経つとね、人生のあんなことやこんなことやって、でもこれからまだ次のステージが待ってるぜみたいな感じ、そういう歌になりましたので、ぜひ皆さんお聞きになってください。ぜひぜひ、ね、はい、楽しみです。どこで聞けますか。あ、これはですね、配信で Amazon をはじめいろんな配信サイトで、はい、注文で買えるのかな。これ配信って僕今言っちゃったんだけど、これはちゃんとね、CD とそれから特典として、マフラータオル。え、マフラータオル、すごい。そう、でもそれがね、金メダル仕様なんだよ、ゴールドメダル仕様で、でそれにお湯をかけると、マフラータオルがビヨーンって出てくる。あ、面白い、すごい。そう、結構好評でね、はい、だ本当はライブがある時にはね、ちょっとみんなでそれを振り回しながら、僕はもうガンガンに歌っていこうかなと思ってますね。ぜひぜひお買い求めください。お家にぜひ手に入れて準備しておくといいです。生ジュンさんを見れる日が来るといいです ね。ジャズ声優だけのジャズパーティーって、実はタイコちゃんも何度かもう常連のように出ております、ね、何度か出させていただきました、はい、そう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 、ね、またあるといいですね。もともとな、僕声優だけのジャズパーティーってやりたいなって、もう丸田真理さん、うん、と一緒にやろうねって言ったのは、もう そういう理由があってね、アニソンを聴いてた世代がだんだん大人になってきて、少し緩い感じでそのアニソンを歌ってみたいなって僕思ったの。でちょっと実験的に、じゃあそのジャズパーティーの中でアニソンコーナーっていうのを作って、でそれをちょっと生バンドでね、みんなジャズミュージシャンだったでその演奏をしたら皆さんすごく喜んでくださって、あ、じゃあこれは続けていいんだと思って、
もう何回もやってるよね。そうですよね。もう毎年皆さん楽しみにしてくださってて、ね、確かね去年でね16回目ぐらいだったような気がする。私だからゲストに呼ばれる前は見に行ってた方なので、うん、赤坂とかいろんなところでやってたじゃないですか。ほとんど今プリンスパークタワー東京でしたけど、 そうですね、うんうん、その前の時は何度か見に行ってたんですね。もうアニメファンの方々もいらっしゃって、それぞれのもう見たらわかるの。もうね、あ、忍たまのファンですねとか、サイバーフォーメラファンですね、あ、ソニックのファンですねとかっていう、もうこう客席に ね、いらっしゃって、すごい嬉しかったんですか、見たの。いや、わかるわかる、わかるわかる。わかるんですか。そう、いろんな曲を歌ってるとね、もう色めきたっちゃうの皆さんが。なるほど、確かにそれもあるかも。すごくそれもなんかやっぱ。お客さんとそれから演じる、まあ、歌う僕らっていうのがこう一体になる、あの一体感って嬉しいよね。ね、でジュンさんすごいサービスしてるの。サービス。そう、終わった後にハグするんですよね。今のご時世できませんけどね。そうだ、今できない。去年まではちゃんとCD 買ってくれたりとかね、なんかわざわざこう遠いとこから来てくれたお客様にはね、ハグサービス、そう、幸せ。そうなんです。ジュンさん歌を歌い始めたのって、その声優になった大学生の頃から、あんまりねみんなには言わなかったんですけど、僕ね実は大昔だよ、大昔中学生の頃にですね、あのスター誕生という番組がありましてですね、いやいや、あので、それが知ってる、はい、そう、それでね、あの受けたので、受けたら実は僕まだ声変わりしてなくて、もう声変わりしたのってね中学校2年生から3年生の間ぐらい、ちょっと遅めだったんだけど、声変わりする前で、で、あのアコーディオンの横森良三先生がいらっしゃって、で、君はあの声変わりしてからもう一回いらっしゃいってくださっていて、でもその後もいろいろ、まあ自分で受験があったりとかいろいろあったので、でもその時は多分好きだったかな。そうですね。そこに出て、じゃあ歌手になろうみたいな。もし出ていたんだったら、一緒になっていたのは中森明菜さん。ああ、そうだったんだ。そう、ちょうど当時そういう感じだったんですけれども、でも僕はもちろんただ予選のところで、あの声変わりしてないからっていうことで、これはあのちょっと待とうよとか、まあ学校にも内緒だったので、ね、そうですね。そうですね。それがきっかけ。あ、でももっと小さい頃からいろいろ好きだったかな。親の影響って大きいと思いません。あの、ね、しょっちゅう家でレコードがかかっていたので、うん、当時レコードだったので、レコードがかかっていたので、洋楽を聴いたりとか、もちろん歌謡曲も聴いたりとかってしていたので、そういう環境があったのかもしれない。でも、大ちゃんもそうでしょ。そうですね。私、アグネスちゃんが好きだったので、アグネスちゃんの歌を全部コピーして、自分で歌って、無理やり人に聞いてもらってたりしてたっていう。そうか。憧れとかなかったんですか？憧れ、憧れ、松田聖子ちゃんでしょ。ああ、そうですね、聖子ちゃんも大好きでした。僕憧れってね、あんまりなかったけど、うん、でも、あ、そうだな、年代的にもうね、声は西城秀樹さんの声が好きだったけど、全然僕は全然違うタイプの声だったので、郷ひろみさんとか西城秀樹さんとか野口五郎さんとか、あそこら辺はやっぱり僕らの世代、特に男子たちは影響を受けたんじゃないですかね。ですよね。うん、じゃあその頃からちょっとこう歌に興味があって、そう で、あと自分でこう紐解いてみると、うん、作曲家の堤恭平さんの曲ってすごい僕聴いてたなっていうのが、大人になってからこれはこう調べてみると、好きだったんですね。はいはい、そうですね。でもジュンさんいっぱい歌出されてますよね。はい、ね、今僕あの洋楽のね、ジャズを、うん、歌って、声優ではちょっと珍しいとかって言われたんですけど、あのバードランドの子守唄っていう、うん、あの曲があって、はい、でそれを、声優だけのジャズパーティーでは、ただ英語で歌うだけではなくって、うん、ちょっと自分で訳して日本語で実験的にこれもやってみたんですよ。でやったらそれが好評で、じゃあちょっと
販売ルートに乗っけてみようかなと思ったら、あのレコード会社の方がですね、いやあの外国の曲をちょっと日本語で変えるってのはかなりハードル高いですよとかっつって、でそれをじゃあどうやったら大丈夫なんですかって、じゃあちょっと版権元にあの金村さんがじゃあその日本語で訳したやつを英語にして、でそれを版権元に送って、それで OK もらえたら、でもハードル高いですよとかって言われて、でも自分で実際やってみたの、そしたら OK になっちゃって、すごい。でもそれジュンさん英語ができるから、その自分が訳した日本語をさらに英語に直してっていうことは普通なかなかねできないじゃないですか。あ、そうそう、でも決まり調査やんなきゃいけないの、ね、これどんな日本語を使ってるのかって、その意味をやっぱりあのアメリカのその EMI っていうところで、あのやんなきゃいけない、うん、そうか、でやったら、あ、通りました、日本人であなた初めてですよとかって言われて、あ、そうだったんだと思って、はい、で、それをやってみて、まあもともと声優だけのジャズパーティーのミュージシャンの方にお願いしたりとかってしていて、で、じゃあ、 あの使われてる曲、なんかみんな馴染みがあるような曲をって歌い始めたんですよ。そしたら、そのバードランドの子守歌ってアニメでも使われていた曲だったんですよね。坂の上のアポロンだったっけかな、聞いたことあるの、うんうん、本当、はい、聞いたことある、そう、確かその中で、手島おじちゃんが歌ってたりなんかしてて、で、うん、僕はそれ知らなかったんですけど、あ、あの曲ですねとかっていうファンの方もいらっしゃったので、あ、そうなんだ、それはそう、だからやっぱスタンダードジャズっていうのがいいなと思いました。なんかちょっと気になってたんですけど、はい、なんかいろいろある中でどうしてジャズ、多分ね、それ親の影響もあったかもしれない、うん、で、ちょっとスイングした感じがいいなと思っていた時にふっと思ったんだよね、今まで歌ってきたアニソンをちょっとそういう感じでこう縦乗りだったやつをね、少しこの横揺れにする、で、みんながこうなんかゆったりと、まあね、お酒飲んでもいいような年頃になったんだったら、少しその耳に聞き覚えがあるような曲を思い、あの頃を思い出してほしいなと思って、僕はそのジャズを選んだ、スイングを選んだ、ファンの方なんですね、そうそうそう、考えていたらそっちに流れていく、そうそうそう、そうなんです、すごい、なおかつ今の若い子たちもちょっと引きずり込もうかなと思っていて、はい、そうですよね、そうだからジュンさんに結構ジャズを教えてもらったっていうか、あの英語で歌うやつもね、あ、ジュンさんがカタカナに書き変えてくれて歌いやすいよね。そう。あ、そうそう、あのひらがなひらがな。あ、ひらがなね。うん、あの英語、これ皆さんねやってみるといいかもしれない。うん、あの英語の詩を歌うときにね、あのカタカナだとどうしても中学校で習った英語の教科書にカタカナで書いちゃう人っているじゃない。うん、だからそれ全くなく、むしろひらがなで書く。あ、そう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 。そう、その全部ジュンさんがひらがなでこう綺麗に手書きしてくれて。歌詞カード、うん、なんかテロップに出るかどうかわかんない、例えばね、What are you doing? で、もう一つは What are you doing? で、What are you doing? っていうのは What do you doing? で、書きますもんね、そうそうそう、うん、で、あ、doing、 これは What are you doing? で、What are you doing? で、What do you do? っていうのは What do you do? だから B 動詞も一般動詞も同じように聞こえる場合があるってこと、What are you doing? これ What are you doing? でも What are you doing? っていうのは What do you do? 意味はだから What are you doing? って今何やってんの、でも What are you doing? 仕事とかそういうの何とかって聞いてるのは、だからすごい英語の単語を歌おうとするとハードル高くて歌えないんだけど、うん、全部純さんがこう言いやすいようにひらがなに直してくれるから、すごい歌いやすい。ひらがなの方が英語を喋ってるって感じではなくて、ただ単に英語を喋ろうと思わないで、ちょっとひらがなをそのまま素直に発音してごらんっていう。でも分かるかもしれません、あの私結構英語の歌は好きなんですけど英語は苦手で、あのカラオケとかに行くとあの英語が出て、うん、その上にカタカナが流れてるじゃないですか。でもカタカナ読むの難しいでしょ。難しい。その曲のこういうリズムの中に
収まりきらないぐらいカタカナ飛び出してるよね。そうそう、なんか字余りみたいになっててね、どこつまむの、どうなるのってすごい思うんですよ、ね、うん、それをひらがなでちゃんとこう書けるってことですね。そうそうそう、だからそれのそのためにやっぱり英語の音を知ってないとそうひらがなにできないんだけれども、うん、ただ役者さん、まあ、僕ら声優もそうなんだけれども、耳がいい人多いじゃない、まあ、大ちゃんもすごく耳がいいのでね、うん、だからちょっとスッとこう入ってくるっていうのも、うん、あると思いますね。はい、英語の歌を歌いたかったらじゅんさんにやっていただくと歌いやすくなるという、まずはキラキラ星かトゥインクピンクレイラスターとか、あかわいいところから、うん、そうです、練習で。はい、なんかたくさんいろいろもっともっとお話聞きたいんですけど、はい、お時間になってしまいましたので、早いですよね。はい、あのじゅんさんの歌がいろいろ聞きたい方はあのこちらの説明欄、概要欄の方に、またはあの僕のツイッターの、はい、そうですね、トップの方に載ってたりとか、ホームページとかもありますよね。はい、はい、そことかお調べいただいて、あの、はい、ぜひぜひあのお試しで聴けるのもありますよね。もうそのうちの何曲かは聴、はい、けるものもありますし、はいはい、ぜひ聴いて気に入ったらポチッとしていただけたら、はい、はい、嬉しいです。はい、じゅんさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、はい、今日だいちゃんはなんだろう、今回も中山写真秋葉原スタジオからお送りしました。次回もまた見てくださいね。はい、見てください。またねー。